くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さらちゃん見てる、くるぶしです。オッケーピース、今日のネタはですね、何すんの、ももちゃん行く行きたいね。僕の住んでる近くにですね、ヤシロっていうところがあるんですけど、駄菓子の、うん、うまい棒を作ってる場所なんですよ。え、うまい棒なんか知らん人おらんで。そうだね。もう昭和の大発明ですよ。チョモちゃんは、味覚音痴だって何度か言ってらっしゃるんですけど、何本か食べて、これは何味なのかっていうのを当て合いまして、うん、最終的にですね、間違いが多かった方は、罰ゲームでございます。もうすっきゃな。取れ高がちょっとね、いいんでね。袋の中から1枚引いてですね、その味のものを1週間、例えば、うん、コーンポタージュ味だったら、うん、コーンポタージュ味を1週間の声なくアイス動画、はい、アイス動画、アイス交換日記か、はい、プリクラとこれが前回やったやつ、ツイッターぜひ見てください。いや、お前ね、さかのぼれまずきついからな。6種類ちょっと食べやすいサイズにこうやってバーって置いて、目隠しして、うん、食べさせ合いっこして、うん、これは何味ですかってやろう。ああ、なるほど、うん、それの公開情報でしょ。おー、なるほどね。だから当たらんやつもある。ああ、はいはいはい、はい、それでいきましょう。ああ、いきましょう、いきましょう、レディーゴー、レディーゴー。チョモちゃんが、綺麗に切ってくれて、今並んでる状態ですけれども、6種類味、はうん、揃えたね。あ、味のラインナップだけ紹介しておきますか。まずは絶対的正義、明太味。これはね、いや、俺これは自信ある。これはある、うん、これはさすがにね、うん、俺当てれるから。逆にこれを入れるか入れないかで、ね、心理戦なんですよね。そうだね、なるほどね、うん、そして焼き鳥味。焼き鳥。そして牛タン塩。あ、これもし罰ゲームでこれ引いたらさ、うん、相当1週間高くつくよ。1週間、うん、牛タンを食べるんですか、本物の方。え、どういうこと？負けた方は、うん、間違えた中から、うん、さらに1枚、うん、パッケージを引きました。このうまい棒で1週間過ごすんじゃなくて？ではないです。ちゃんと伝わってない、伝わってない。例えば、うん、コーンポタージュ味だったら、うん、コーンポタージュ味を1週間の声なくアイス動画、はい、アイス動画、アイス交換日記か、はい、ごめんなさい、ごめんなさい。この味の元をですね、ちゃんと覚えろよ的な。やばい、今回罰ゲームのハードルが高い。そしてチキンカレー味。おお、カレーなんか分かりそうやけどな、うん、なんとなく。で、これを当てないと俺はダメ、もう関西人としてた。そうですよ、たこ焼き味。これ外したらもう一国民って言われますからね。もうこれじゃ外したらもう大阪出身っていうのはもうなし。わかりました。じゃあもうほんまに俺たこ焼き味を外したらこれがヤシロ出身。最後がエビマヨネーズ味。エビマヨ。エビマヨって街にそんなにある？なんかそんなメジャーな料理なの？難しいな。じゃんけん。はい。じゃあ俺先行。お、じゃあこちらのアイマスクで、目隠しさせていただきます。はい、これちょっと楽しいな。よし、見えへん見えへん。あ、まんぶい、うん、全然見えへん。じゃあですね、じゃあいきます。あんしてください。分かったかもしらん。お、来た、うん、この味は何？味再現率高いんちゃうこれ。あ、ほんと？え、当てていい？はい、牛タン塩味。正解です。マジで？すげー、すげー。ちょっと味覚音痴じゃないんじゃないですか。俺それを信じてきたんだけど。ちょもちゃん1問目正解ということで、じゃあ2問目、これいけんちゃうか、もしかして全部。いきまーす。わかりました。うん、ごめん俺これほう、わかるな。マジっすか。じゃあ正解はエビマヨ。おお。マジで正解です。
おあめちゃくちゃ再現率高いな。あ、ほんと、うん、見れるみたい。あー、マジで。じゃあ、3問いきます。どうしよう。カレーじゃない。お、カレーではない、うん、大丈夫ですか。カレーじゃない。絶対カレーじゃない。ほう。楽しい。迷ってると楽しいな。いや、じゃあでも、ちょっと自分信じましょう。あ、うん。じゃあどうぞ。焼き鳥。正解だ。マジ？ちょっと俺の予定が狂ってきたんですけど。正解です。じゃあ4個目。4個目ね。はい、いきます。はい、うん、お、うん、早い、うん、どうぞ。たこ焼き。うおー、正解。マジか。これ当たるな。いかんな、これ。マジか。じゃあ、最後。最後。ちょもちゃん。オッケー。最後です。うん、まずは、はい、ジャブでこいつで勝負したいと思います。焼き鳥。あ、いや、いや、おお、俺神の舌を持ちながら。なるほど。俺のうまい棒はね。バカ野郎。ジャスミン味。